ユストゥス・フォン・リービヒ断尺はドイツの科学者。名はユーストゥス、またはユストゥス、生はリービヒと表記されることもある。有機化学の確立に大きく貢献した19世紀最大の科学者の一人。自らが研究していた雷サンジオとフリードリヒ・ベーラーが研究していたシアンサンジオは全く性質が異なるが分析結果が同じであったことから、 異生体の概念に到達した。燃焼法による有機化合物の定量分析法を改良して、リービッヒの炭水素定量法を創始し、様々な有機化合物の分析を行った。ベーラーと共に、区変灯油からベンゾイル元を発見し、有機化合物の構造を元によって説明した。他にも、クロロホルム、クロラール、アルデヒドなどを、 はじめ多くの有機化合物を発見している。応用化学においては、植物の生育に関する窒素、リン酸カリウムの産用素説リービッヒの最小率などを提唱し、これに基づいて化学肥料を作った。そのため、農芸化学の父とも称される。また教育者としても抜きんでており、体系だったカリキュラムに基づいた化学教育法を作り上げ、 アウグスト・ビル・ヘルム・フォン・ホフマンを、はじめ多くの優秀な科学者を育成した。彼が、教授職を務めたヘッセン州のギーセン大学は、今日では、ユストゥス・リービッヒ大学ギーセンと、彼の名を冠した名称に改められている。8歳の時に、ギムナジウムに入学したが、勉強よりも父親の仕事や実験を手伝うのが、好きだったという。リービッヒが生まれたダルムシュタットは、 1806年に成立したばかりのヘッセン大公国の首都であり、宮廷所在地でもあった。宮廷図書館には大人向けの科学関連書籍が揃っており、学校よりも図書館を好んだ。学校の課題よりも科学に興味があったため、成績も良くなかった。彼は、雷山水銀をギムナジウムに持って行っていたが、それが爆発を起こし、退学させられてしまった。 1817年のことであった。そこで彼は、ヘッペンハイムの薬剤師のもとへ徒弟として住み込むことになった。彼は、居室として与えられた屋根裏部屋で、雷山塩の実験を続けていた。しかし、また、爆発事故を起こしてしまい、ヘッペンハイムから追い出されて実家へと戻った。その後、1820年に、ヘッセンの政府からの奨学金を受け、 新設されたばかりのボン大学に入学し、カール・カストナーの下で学んだ。彼は、雷三事用の研究を続けており無機化合物の分析法について学びたいと考えていたが、カストナーがこのテーマに明るくなかったためリービッヒは、失望し、やがて学生運動に身を投じることになった。そして町の住民と衝突した際に、暴力を振るったために、逮捕されてしまった。 生まれ故郷のヘッセン大公であった、ルートビヒ一世から留学の奨学金を認められて1822年に、パリ大学へと入学した。リー・ビッヒは、ソレボンヌ校に加わった。当時は国によって、科学の研究方法や理論が異なっていた。リー・ビッヒは、アレクサンダー・フォン・フンボルトの紹介で、ゲイ・イコール・リュサックの研究室で研究を行うことが、でき。 1824年に雷三次王の研究結果について発表し、フンボルトの推薦状を持ってドイツに帰国した。ルートビッヒ一世はこれを見て大学に諮ることなく、わずか21歳のリービッヒをギーセ仙大学の助教授に任命した。彼の能力は同僚にも直ちに認められ、翌1825年には教授へと昇進した。リービッヒの年齢で、 大学教授になるのは異例のことであった。ソルボンヌ校の経験からリー・ビッヒは世界で最初期となる学生実験室を大学内に設立した。ここでは学生は訂正分析と定量分析、科学理論を系統を立てて教えられ、最後に自ら研究論文を書くことを求められた。実験から科学を学びたい学生がイギリス、フランス、ベルギー、 ロシアなど各国から集まり、ギーセンは、科学教育のメッカとなった。アウグスト・ビルヘルム・フォン・ホフマン、フリードリヒ・ケクレ、シャルル・ビュルツ、シャルル・ジェラール、エドワード・フランク・ランド、アレキサンダー・ウィリアムソン、アスカニオ・ソブレロといった著名な有機科学者もここで、学び、リー・ビッヒの教育手法が、各国に広がっていった。これはドイツが、有機化学の中心地となる石となった。 1826年に彼は、イエンス・ベルセリウスの下で、フリードリヒ・ベーラーが研究していたシアン・サンジオが、雷・サンジオと同じ素性を持っていることを発見した。このように異なる性質を持ちながら、同じ素性を持つ、化合物はベルセリウスによって異性体と名付けられた。これが縁で、ベーラーと親しくなり、以後たびたび共同研究を行うようになった。その後も、 二人は生涯分通を続けた。リービッヒの最大の失敗は、周素の発見に関わるものである。1826年に、ギーセン大学教授に就任した直後、海水から食塩を生成する、実験中にわずか一滴ではあったが、赤化つ色の液体を得た。この時、 実験を進めず、塩化要素が得られたものと、早がてんしてしまう。翌年、フランスのアントワーヌ・バラールによる、収素発見の法を受け、例の液体を調べると、ほぼ純粋の収素であった。1831年に二重のガラス管の内側に、蒸気を、外側に冷却水を通じて、蒸気を凝縮する、冷却器を発表した。これは、現在、 リービヒ冷却器の名で呼ばれており、広く用いられている。同年には、フランスのウジェーヌス・ベーラン、アメリカのサミュエル・ガスリーと同時期にクロロホルムを発見。1832年には、ベーラーと共に、下辺灯油について研究を行い、その主成分であるベンズアルデヒドに対して様々な実験を行った。その結果、反応によって変化しない。 C7H5 という単位が存在することに気がついた。これをリービヒたちはもっとラジカルと呼んだ。この結果はジェラールによって発展され、さらに原子化の理論へとつながった。また、同じ年に科学の論文誌である薬学年報を創刊し、自ら編集を行った。これは、その後1840年に薬学及び科学年報となり、 さらに、リービッヒの死後には彼を記念して、名を、ユストゥス・リービッヒ科学年報と改められた。この雑誌は1997年に、ヨーロッパ有機科学ジャーナルと名を変え、発行が続けられている。その後、1834年に、エチルモトを発見、1835年にアルデヒドを生成し、命名するなどの業績を上げた。1837年には、 生化学へと研究分野を移し、ベーラーと共に、尿酸の研究を行った。ベーラーと共同で、最初の配当体を発見し、翌1838年にベーラーと共著の論文、有機酸の構造についてで、未知の有機化合物の構造を決定する方法を、述べた。またベルセリウスが開発した燃焼法による、有機化合物の元素分析の改良を行った。 リービッヒの炭水素定量法にジャンバティスト・デューマの窒素定量法を組み合わせ、フリッツ・プレーグルによって改良されたものが、現在も使われている微量分析法である。1840年、有機化学の農業及び生理学への応用を発表し、植物の成長に対する不要度の重要性を否定。同年、ロンドン王立協会のフェローに選出され、コプリメダルを受賞。 1841年には植物が土の中のカリウムやリンを成長に必須としていることを明らかにした。そして土の中で最も少ない必須元素の量によって植物の成長速度が決定されるというリービッヒの最小率を提唱した。それに基づいて従来の農業を土中の栄養を略奪するものだとして廃し化学肥料を開発した。また、 動物体内の代謝などについても研究を行い、体温や筋肉のエネルギーは脂肪や炭水化物といった食物が体内で酸化される時のエネルギーに由来すると述べた。1842年、有機化学の生理学及び病理学への応用を発表。1844年、科学啓蒙書、科学通信の初版を出版。 1845年に男爵に劣せられ、イゴフォンリー・ビッヒと称した。1852年、バイエルン・オー・マクシミリアン2世の将兵に応じ、28年間に渡ったギーセンでの研究を公認に任せて、ミュンヘン大学へ移動した。これは過労による、不眠症の治療のためである。ミュンヘン大学では、実験を止め講義や分泌を中心とする生活へと切り替えた。 1859年には、バイエルン科学学士委員長に就任。この頃、食品などに関する研究を行った。その成果をもとに1865年に、肉エキスを抽出する会社を設立。また1867年には、育児用ミルクを作成した。肉エキスは後に、栄養学的にはあまり意味がないことが明らかになったが、試行品として、 商業的には大成功し、食品加工産業の先駆となった。1873年にミュンヘンで死去、南墓地に埋葬された。リー・ビッヒは学生時代からカリスマ性のある社交的な人間で、国内外に多くの友人を作り、教え事も進んで、親しく付き合った。しかしその性格はよく言えば、情熱的。 悪く言えば感触持ちであったと言われる。彼は妥協するということを知らない、堅くなな人間で、夢中になって、研究へ打ち込む一方を、自らが、間違っていると考えた理論には、激しい攻撃を加え、それはしばしば個人へも及んだ。そのため味方も多いが、敵も多かった。ベルセリウスとの間には、賛や触媒の理論をめぐって激しい議論が起き、 有機化学の生理学及び病理学への応用の内容に関する論争ではついに10年来の付き合いがあった両者は絶好してしまった。また、発酵が単なる化学反応か生物の作用かをめぐって、ルイパスツールとも長い論争を繰り広げ、破れている。その一方、総年期に肥料の研究に乗り出したのは、 この時期にヨーロッパを襲った基金を解決しようとしてだったと言われるし、不仏戦争の終結に際して、バイエルン科学学士院で今のドイツの学者はフランスに学んだ。次のフランスの学者はドイツに学ぶであろう。両国民が常にこのように手を取り合うべきであると演説をするなど、極めて進歩的な思想の持ち主でもあった。 リービヒの仮球科学通信1.2科学の農業及び生理学への応用リービヒローズ論争関係資料吉田武彦役北海道農業試験場研究資料第40号1から1401989年上期2の割愛部分を含む資料リービヒ科学の農業及び生理学への応用北海道 大学出版会2007年409ページ ISBN 978から48億3298万1744条記2-3の著作は左のページにて PDF のファイル形式により閲覧できる。北海道農業主験上研究資料ありがとうございます。